小太郎さんに食べていただきたくてお弁当を作ってきました。味に自信はないですが、お口に合えばと。お礼なんてしなくていいって言ったのに。でもすごい美味しそうに見えるぞ。人間界の料理もこんなに上手に作るなんて、普段から料理をしていなかったらこうはいかないだろう。自身のことは一人でしなければいけませんでしたから。でもこうして小太郎さんにお礼をすることができたので、よかったのかもしれません。ごめん、少し無神経な発言だった。いえ、お気になさらないでください。呪い以外でも迷惑をかけてしまいますから。私も一人の方が楽な部分もあります。改めて先日は助けていただいて本当にありがとうございました。小太郎さんに助けていただかなければどうなっていたか。あの人身売買組織は俺たちも追っていた組織なんだ。だからお礼されるようなことじゃないんだけど。さんのために作ったお弁当です。好きなだけ食べてくださいね。はい、小太郎さん。いや、一人で食べられるから。人間の殿方はこうすると喜んでいただけると聞きました。あら、遠慮なさらずにお口を開けてください。いかがでしょうか。すげえうまい。喜んでいただけてよかったです。どんどん食べてくださいね。ウインナーも最高。お肉の味を濃いめにしましたから、
お野菜は少しさっぱりに仕上げたんですが、どうでしょう。うん、肉と一緒に食べると味の調和が取れてる。それに野菜だけでも素材の味を生かす味付けがいいな。飲み物もありますからね。飲みたくなったら遠慮なくおっしゃってください。ありがとう。おお、このお茶もうまいな。うん、本当にうまいな。食材や料理の腕がいいと普段食べている料理も別物に感じるなんて初めて知ったよ。そこまで喜んでいただけるなんて。もしできることなら小太郎さんにまた私の料理を食べてもらえたらなって思います。俺の方こそ、こんなにうまい料理なら何度だって食べたいよ。カテジナがいいのならぜひまた食べさせてくれ。そうか、呪いのせいで。俺は別になんともない。それにカテジナの料理のファンになったからな。嫌がらない限りまた食べさせてもらうぞ。小太郎さん、はい、ぜひまた。そのためにもまずは今日作ってもらった分を全部食べないと。うまそうなデザートも残っているし。わかりました。はい、あーん、あーん。お弁当を食べ終わったら少し公園をお散歩しませんか。そうだな、天気もいいし、腹ごなしに一緒に歩くか。はい。